神野太郎は、愛知県厚見郡室村出身の実業家、中部ガッス社長、豊橋市名誉市民。父、神野三郎と母、力神の神殿を開発した、初代、神野金之助の孫であり、豊橋氏名市名誉市民である、神野三郎の長男である。西葛飼郡清洲村の旧家に生まれた三郎は、18歳の時に、神殿開発を行うために、 厚見郡にやってきて、1898年に、義兄・神野金之助の三女力と結婚した。1903年9月9日、神野太郎は、愛知県厚見郡室村大畑室畑松島44番地に、生まれた。1908年には、豊橋市、大畑花伝事場海津の借屋に転居し、1910年に、豊橋市立狭間人城小学校に入学した。 1911年7月頃には、豊橋市大麻東八王子の豪壮内へに転居し、豊橋市立八丁人上小学校に転校した。1916年4月には、愛知県立第四中学校に入学し、1921年3月に、第四中学校を卒業した。名古屋市の旧西第八高等学校を受験したが、不合格だったため、 1921年4月には、慶応義塾余科に入学した。本科に進学する際には、文学部を志望していたが、父親の神のサブロに反対されたことで、法学部法学科に進学した。1927年5月に、慶応義塾大学法学部法学科を卒業し、卒業直前の3月13日に、浅野花子と結婚している。 1927年の大学卒業後には三井信託銀行に入社したが、父親の神野三郎が貧血で倒れたことで帰郷を要請され、1933年11月には6年目だった三井信託銀行を退社した。同年12月には神野三郎が設立に関与した豊橋ガスに初出社し、1934年には豊橋ガスの支配人となると、 1941年には豊橋ガスの取締役社長となった。1943年に豊橋ガスと浜松ガスが合併してチューブガスが設立されると一旦は父親のサブロが社長となったが、1944年には太郎が社長に就任した。戦前から戦後にかけてのチューブガスの社業を発展させ、東三河地方の地域産業の発展に寄与した。 1966年には、チューブガス代表取締役会長に就任した。1943年には、愛知県商工経済会豊橋支部長。1943年には、神野神殿土地株式会社取締役。終戦直後の1946年には、豊橋文化協会の会長に就任し、アマチュアオーケストラの育成に尽力した。 1950年には、豊橋ロータリークラブ会長。また二度にわたって、豊橋商工会議所会頭も務めた。1955年に、愛知県教育委員。1963年には、趣味で収集した、クラシック SP レコード1091枚を、豊橋市図書館に寄付し、1983年に、開館した豊橋市中央図書館には、個人文庫。 神の太郎コレクションが設置された。1980年11月3日には7人目の豊橋名誉市名義民に推挙された。1983年9月24日に惜しまれながら没した。ありがとうございます。